こちらハッスル信用が売りだ純度 100% ヒップホップバックこちらハッスル信用が売りだ純度 100% ヒップホップバックヒップホップバックはいどうも今日は12月の19日ちょっと早いんですけど1月24日の決定戦に向けて検討していこうと思います。世代約1ヶ月かけて 62.5kg に落とすのに今の現体重を測っていきます。75.5kg です。なんで約13kg 落とすことになりました。ちょっと誕生日とかいろいろあって忘年会シーズンなんでいろいろ呼ばれてちょっとお酒とか、美味しいご飯いっぱい食べたんでちょっとつけが回ってきてます。なんでちょっと減量頑張ります。はい、前オープニング撮ってからちょっとだいぶ19日に撮って2週間ぐらい経っちゃったんですけど今だいたい 5.5 キロ痩せました。基本的に朝は30分走ったりとか空腹の状態で温かいお湯っていうのかな飲んで冬なんで基礎代謝上げてから走って帰ってきてからご飯食べます。ご飯はこれオートミールの焼きおにぎりと納豆と豆腐とキムチね、これごま油とかまあ、かけて食べてとりあえず朝とお昼はこれで終わりかな。まあ朝はあの白湯飲んだりプロテイン飲んだりして補ってます。では減量動画めっちゃサボってました。今、試合の大体2週間前で谷山ジムさんに合宿来てます。今日は最終日です。だいたい2週間前で今体重が69とか 8.5 とかなんでまあだいたい減量中はこの2週間ぐらいまでは結構食べるんですけど今日はその2週間とだいたいどんなのを食べてるかみたいな。家やったら自炊とかしてるんですけどこうやって出先でご飯が食べれない作れない場合はどんなの食べてるかみたいな感じですね。まずは朝は起きてからは、プロテインとヨーグルトとバナナを食べてます。タンパク質入れてちょっと糖質入れて昨日ちょっと糖質取りすぎたんで今日はバナナをやめてヨーグルトだけですね。で豆乳とバナナでだいたい豆乳とあったかいお湯でプロテイン割って飲んでだいたいそれで 30g ぐらいかな。糖質と脂質あんま取らんようにして脂質は今日みたいなローカーボの日は脂質めっちゃ取るようにして練習で動けなくなったら一緒なんで練習で動ける体を維持しながらみたいな感じですね。で近くにローソンさんがあってローソンで食べるんですけどこれ卵と蒸し鶏のサラダですね。カロリー78でタンパク質 9.3 脂質 3.2 炭水化物 4.2 ですね。糖質が 2g 穀物繊維が 2.2 ですね。このサラダとあとこれすごいんですよ。僕ねこう神奈川県で出会うと思わなかった神戸の長田区に売ってるなんて読むの魚福さんのおつまみ牛タン。これね、1袋あたりカロリー73で、タンパク質 14.8、脂質が 1.1 で、炭水化物が 0.9。めちゃくちゃ優れもんです。で、鶏の炭火焼きが、カロリー158あるんですけど、で、脂質が 9.0。で、炭水化物 0.4、糖質 0.2g。すごいです。で、タンパク質 18.8。だからこれだけで、タンパク質がすごい取れるっていう感じですね。で、ブランパンを練習前に食べるんで、これも1個63キロカロリーでタンパク質 5.7 なんでめちゃくちゃ優れものです。これでだいたい2週間、あとだから朝起き 68.5 なんで2週間だと6キロぐらいなんで僕あんま水抜きはあんましないですけど2から3ぐらいなんで3キロぐらい脂肪で落としてみたいな。あと僕水は練習中飲むんですけどまあ基本常温で冷たいものはあんま飲まないようにしててお腹が冷えちゃって体温を下げたくないっていうのがあってずっとお湯とか茶湯とか飲んでます。こんな感じで次動画撮るときはいつや家でちょくちょく撮るんでちょっとサボってたんでこれ怒られちゃいますね。ではでは、まあ2週間切ってて今追い込みも最終追い込みにまで来ました。朝起きてトイレをして体重を測ってその後に BCA アミノ酸を飲んでイグナイトを飲んでこれハリオさんのイグナイトを飲んで代謝を上げて10キロ走ります。10キロ走ってだいたい今3月の18日、10キロ走ったと 66.2 なのであと 3.7 キロぐらい今回4キロぐらい水抜きする予定やったらねちょっと落としすぎてるかなぐらいなんですけど順調です。めちゃくちゃということで今日は、スパの日が今日なので今日のご飯はこれ朝だから、走った後走る前に BCAA とイグナイト走った後にプロテインでプロテイン飲んだ後にちょっとハギやめてその後お昼これ、デトックススープというかまあ具たくさんですねいろいろ入ってて野菜のスープとあとこれ
糖質ゼロ麺のオムそばです。これは糖質ゼロ麺と野菜と鶏肉とか入れて卵で包んだ感じです。だから次取るのは水抜きの時かな。まあだから、僕の原料でいうと4週間、だいたい1ヶ月から始めて、最初の2週間はもうダイエット期、もう本当に、炭水化物をちょっと減らして、いつものご飯よりご飯をちょっと鶏肉に変えたりとか、ブロッコリーとか野菜、まあほんまにみんなが想像つくようなご飯を食べてを2週間で、だいたい何キロや、72から 2.5 から始めて68までやから、だいたい4キロ弱をダイエットで落とします。今2週間切ったら減量期でご飯の量一気に減らすというか、朝何も食べずにプロテインにして、10キロ走って、その後 BCA 飲んでプロテインにしてが朝で、お昼に糖質が少なくて野菜栄養があるものを食べて、で練習行って、練習前練習中に BCA を、だいたい2リットルを作って持って行って、練習中に飲みます。だいたい今2週間前は水分を4リットルは絶対飲むようにしてて、まあ1週間残り1週間で8リットルから6リットルとか、まあ1日単位で下げていって、あの塩抜きもしていくんですけど、だいたいそう で練習から帰ってきた時にヨーグルトとキウイとリンゴの半分と、昨日はイチゴを食べました。まあまあフルーツでカリウムたっぷりなものを食べて、まあちょっと糖質取りながらで、半身浴だいたい30分して夜寝るみたいな感じです。まあがだいたい2週間前で、1週間前になったらまた動画撮るので、その時はよろしくお願いします。ではでは食べていきます。糖質ゼロ麺のさ、おむそばってさ、これケチャップかけるんですけど、おむそばちょっと初めて食べるんですけど、糖質ゼロ麺ってすごいっすよね。あの栄養表がすごいあれで美味しそう。減量期にどんだけ、僕は結構どういう美味しいご飯を美味しくどう食べていくかっていうのがすごい大事にしてて、うまっ、美味しい、うますぎる、うまっ。これ当たりでデトックススープというか、うん、うまっ。2週間前にこんだけ美味しいもん食べれるってめっちゃ幸せですよね。そんな感じです。では、はい、どうも。ちょっとね、メパチコみたいなのが昨日からちょっとできてダメなんですよ。まあ試合までには治すつもりです。目薬買ったので。で、今日は、23日、試合の5日前、計量の4日前で、まあちょっと 塩を抑えていってます。まあ、塩って7g で1キロ貯めるんやったかな、水分を。なんで水抜きするときにすごい邪魔な成分なんで、味付けは胡椒とか、コンソメとか、まあ、基本的な味付けはないようなやつと、あとはこれハイカカオ、ちょっと食べちゃってるんですけど、ハイカカオの、塩分が入ってない、塩ゼロです。食塩相当ゼロのやつをちょっとこまめに食べてみたいな感じで、まあ全然体重が今日朝起きて 65.9 なので、あと 3.4 かな、まあまあまあ全然射程圏内にはなってきたんで、あんまり増えず、タンパク質は取りながらみたいな。で、朝は、プロテインで、まあここでおはぎの散歩1時間行って、まあ、今日起きるのちょっと12時ぐらい、まあ、僕減量期でも全然寝れるタイプなんで、で、その後に今帰ってきて散歩1時間行って帰って、まあ散歩1時間歩いてるんで結構いい感じなんですけど、で、水をだいたい4リットルとか6リットルぐらい、この時期は8取りたいけど、まあ 6とか取りながら、味付けなしで温野菜と卵を焼いた、油なしで焼いたやつに胡椒をかけて食べるっていう感じです。まあお腹膨れるんでね、まあこんな感じです。まあ次多分水抜きとかで、水抜きとかは、まあ、僕水抜きとかはあんまり今回はないかな。前まで4キロぐらいしてたんですけど、結構今回は通常体重から抑えてたんで全然です。まあそんな感じで食べていきます。これ卵をね、今ねほんまにただ目玉焼きしよう、僕目玉焼きすら作れなくて胡椒かけて食べるだけなんで、胡椒の卵みたいな感じです。じゃあね、計量当日の朝です。やっぱね、地方選手はあのこれがしんどいですね。計量当日の朝に
東京まで行って、僕は神戸なんですけど、神戸から東京まで行って計量してっていうのは、それがしんどいです。移動の時間が、水も飲めないんで。次これ動画回すときはご飯食べとる、リカバリーしたときかな。家出る前は 62.5 でした。でもう一個の体重計 62.7 なんで、ちょっと怖いんであんま水飲まないようにしときます。顔ちょっと見せてよ、すごい痩せてます。はい、あと数時間頑張って。頑張ります。はい、頑張ってください。どうですか、計量を終えて美味しいですか？美味しいです。いいですね。あれあすみ先輩、明日はフランス KO で、はい、いやケイトの後に映したから顔すごいデカ見えるな。短いからにして一緒に減量してましたもんね、はい。昨日何食べたんでしたっけ？リカバリーズでお弁当だもん。あー来た、あれ？カツ丼食べました。蕎麦かな？リカバリーで。ジャストでクリアしたし。あれなんかね、解禁会場っていうか、軽量会場、YouTube 回してよかったんですよ。回したかったな。回したかったね。うん、あかんって勝手に思ってたもんね。俺真面目なんで。軽量会場で食べてたの、おにぎりと豚汁か。とかゼリーとか。ウィーダーやね。そうそうそう。で、きっちり食事は。そうそう。今回ちょっと水抜きとかほぼしてないんで、あんまり胃にダメージがないような感じなんで。よかった。わかった。いや、胃にダメージがなくてよかった。あ、うまい。美味しい。うまい。これやね、カモセイロ来ました。カモセイロ来ました。一口食べてください。これゆっくりこういう。爽やかこえてきます。ありがとうございます。うまっ、おいしい、うまっ、完食できそう、できそうです。じゃあまあ明日まで備えてください。はい、ありがとうございます。まあ悪い。はい。